ンさんの離婚について考え。アニュー・ユグルさんが離婚したということですが、結婚した相手は巧妙なバイオリニストでした。一見理想的なカップルと思われましたが、なぜ離婚したのでしょうか。もしかすると羽生結弦さんの論理が正しいのなら、誰もが離婚しなくてはならないのかもしれません。羽生結弦さんはスケート界のトップ選手として多くの注目を集めています。彼のプレッシャーは非常に大きく、常に完璧なパフォーマンスを求められています。結婚生活においても同じようなプレッシャーがあったのかもしれません。また羽生結弦さんが偽造結婚をしていたとの噂もあります。これは真実なのでしょうか。もし本当だとすると、なぜ彼が偽装結婚をしたのか、その理由には深い洞察が必要です。マスコミ汚染で離婚したという報道もありますが、真実はどうなのでしょうか。一部では羽生結弦さんの結婚はいろいろな疑惑を払拭するためのものだったと言われています。それによって彼のイメージを良くし、スケート界における彼の地位を確固たるものにするためだったのかもしれません。しかし、私たちは真実を知ることはできません。羽生結弦さんの個人的な事情や思いには、私たちには知る術がありません。それでも、彼の離婚について考えることは大切です。彼の選んだ道は、彼自身の幸せや成長につながっているのでしょうか。コメントを聞くと、多くの意見が飛び交うことでしょう。しかし、私たちは他人の人生について完全に理解することはできません。それでも、彼の離婚について考えることで、私たちは自身の人生や価値観についても考える機会を得ることができます。以上、私の考えをまとめた文章です。読みやすく改良してありますので、ご参考にしていただければ幸いです。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。